崇城大学芸術学部美術学科。今日は彫刻コースの授業にお邪魔します。作品に命を吹き込む作業ともいえる鋳型製作の工程を間近で見れるそうです。彫刻の醍醐味である実習、ぜひ見てみましょう。中に入ってみましょう。すごい暑いですね。この距離でもうとても暑いです。危ないですね。これ焼けるちょっと長袖着てきます。これで今800度と聞いたんですけど、何度ぐらいまで？1300度。じゃあこれはまだまだまだこんなもんじゃないと。いや危ない怖い。ちょっと離れます。勝野先生こんにちは。流し込んでいる材料って何ですか？銅とかもう粒とかが入った合金ですね。鋳造の作業で面白いところどって何ですか？いくつかの工程の中で自分で工夫しながら完成していくっていうところが、その人しかできない作品作りになってくるんですよね。そういうところがとても面白いっていうところですね。彫刻コースをなぜ選ぼうと思ったんですか？もっと技術を高めたくて崇城大学に入りました。どういう作品を作っていきたいと思っていますか？水生生物を立体作品で作ってきました。水生生物、はい、特にタコを作ってきて、タコが僕好きなモチーフなんで、これからもずっと作っていけたらなと思います。4年間の集大成である卒展に向けて今どういった作品作られてますか？キャラクターを模したようなフィギュアが私は好きなんですけど、人間と同じぐらいのサイズのフィギュアを今作っているところです。大きいですね、はい、どうして熊本に来ようと思ったんですか？説明会が高校の時にあって、勝野先生であるとかいろいろお話を聞いてここがいいなと思ったので。来てほしい学生さんってどんな学生さんですか？その人が一生懸命やっていけば、その人特有の仕事になって、作品になって、でやった達成感っていうのが得られるので、どなたでもね、来て、やってみてもらいたいなと思います。アイデアが形になるって楽しいですね。皆さんも美術の世界に入ってみませんか？